トゥランドブルーの時間です。はい、この世界のピラミッド構造はヒラム・アミグから始まった。今回は世界を裏でコントロールする闇の勢力のとんでもない秘密についてお話していきます。はい、ということでね、はい、本日は旧約聖書シリーズ番外編、うん、ヒラム・アビフの超ディープ考察会でございます。はい、もう昨日の動画ではイスラエル国家の偉大なる王ソロモンの隆盛と衰退、そして十種族の滅亡とその行方までお話してきましたね。うん、で本日深掘りするのは、うん、ソロモン王の一大事業ともいえるソロモン神殿の建設に関わった2人のヒラムという人物についてでございます。はい、実はね、このヒラムという存在が今の世界にも大きな影響を与えるとんでもない人物だったんですよ。いや、今の時代にも。そう、でこのヒラムという存在は旧約聖書の中でも明らかに暗号化されており、お彼を掘り下げると、まあ、世界のある秘密に行き着いてしまうと言われているんですね。見てください、都市伝説好きな人やったら誰もが知っているこのシンボル。はい、ね、陰謀論的に言うとこの世界を陰でコントロールするある一族とこのヒラムは密接な関係を持っていると、まあ、考えられているわけですよ。なるほど。それではね、旧約聖書においてヒラムという人物はどのように描かれているのでしょうか。はい、まずはそこから見ていきたいと思います。はい、旧約聖書に記される2人のヒラム、まず1人目に紹介するのが旧約聖書の列王記上の第5章に登場するヒラムです。うん、まず1人目のヒラムはフェニキアの古代都市テュロスの王様なんですよね。うん、うん、で元々はソロモンのお父さんダビデと親交が深い人物でした。でこのヒラム王は、ね、ダビデの息子のソロモンとも組んで、まあ、海外貿易を盛んに行い、まあ、ソロモンの栄華と呼ばれるイスラエルの絶頂期を築いていきました。うん、でこのヒラムさんはね、ソロモン神殿建立のためにレバノン杉とかいろんな資材を提供し、さらに石工職人っていったね、職人なんかも送ってるんですよ。はいはいはい、旧約聖書ではそこからね、ソロモン神殿の建設のシーンが始まるんですけども、うん、そのシーンの中に紛れてもう一人のヒラムがね、うん、ソロモンの元を訪れてるんですよ。その時に、そう、それが古代イスラエル十二支族の一つダン族の出で会い、うん、ナフタリ族出身の母親とね、ややこしいね、ややこしいね、フェニキアの古代都市トゥリオス人の王を持つヒラムという人物。おー、ねえ、かなりややこしい書き方してるよね。彼は列王記上の第7章にね、突然現れる青銅の職人なんですね。うんうん、でソロモン神殿を仕上げた人物、登場するタイミングも名前もトゥリオスの王様ヒラムと同じやから、うん、一瞬同一人物なんかなと勘違いしてしまうんですけども、うん、まあ、5章で登場したヒラムとは別人だと考えられてます。はいはい、まあ、1人は王様で、うん、もう1人は青銅職人ですからね。そうね、それにしてもこの青銅職人のヒラムの母親がダン族の出であり、うん、ナフタリ族出身っていうのは、うん、まあ、どういうことなのかと、うん、これはつまりヒラムのお母さんはイスラエル十二部族の一つダン族として生まれてるけども、うん、同じく十二部族の一つであるナフタリ族の夫と結婚するも、まあ、死別し、まあ、トゥリオス人と再婚したのではないかと、はー、まあ、考えられてるんですね。はい、まあ、旧約聖書の中でもヒラムの母親はナフタリ族の家父すなわち夫と死に別れた女性という表現がされているので、うんうん、まあ、この説はまあ間違いなさそうかなと、そうね、思うんですけど、ただの青銅職人の登場シーンやのに、うん、やけに複雑に書かへんかと、羊もなんか複雑に書いてるし、うん、王様と名前かぶってるし、なんか不自然じゃないこの、なんか不自然やな。もしかしたら旧約聖書はこのヒラムのね、本当の血筋を隠したかったのかもしれません。うん、旧約聖書の表現をしっかり読み解くと、ヒラムの本当の血筋は、まあ、ダン族ということになりますよね。で、ダン族といえば蛇をシンボルとする一族でした。ね、こんな感じですね。うん、蛇さんね。つまり蛇をシンボルとするダン族の母親と石工の技術を持つフェニキア人とのハーフがもう一人のヒラムの出自の正体だというわけですよ。うん、一説によるとダン族はアッシリアに滅ぼされて離散した後、北欧を経由して南下し、インドのアーリア人とかケルト人を支配していったと言われてます。はいはいはい、そしてダン族の系統から莫大な富を持つ宮廷ユダヤ人ロスチャイルド家が出たという説があるんですね。なるほど、これは何かありそうですよねと。うん、で列王記と対応している歴代史第2では、うん、ティロスから派遣された青銅職人ヒラムについてこのように記されています。ティロスのヒラムはソロモン神殿建立に際して職人ヒラム・アビフを派遣した、うんうん、このヒラム・アビフは青銅だけではなく金銀銅鉄石
材木から様々な糸を使った織物を使う仕事に熟達しており、うん、あらゆる種類の彫刻ができてどんなものも設計できるよと、ほう、書かれてるんですよね。平間阿鼻夫については列王記の記載より歴代史の方がね詳細に描かれてるんですけども、うん、まあ、どうやら平間阿鼻夫という人物は青銅だけではなくあらゆる種類の素材を扱うことができて、うん、どんなものでも設計できる、まあ、天才的な職人やったみたいなんですよね。はいはいはい。ちなみに平間阿鼻夫とは名前じゃなくて私の父平間みたいな、うんうん、まあ、そういう意味になるみたいなんですけども、うん、まあ、キュロス王ヒラムのお父さんという意味じゃなくて、うん、まあ、ヒラム王の顧問とかリスペクトする優れた職人という意味だと、まあ、考えられています。でこのヒラム阿鼻夫はソロモン神殿の入り口に2つの青銅の柱を建てました。まあ、こんな感じね。お、ユリの花の形をした中東の周囲にね、二並びのザクロがブワーって400個ほど装飾されてるっていう。多いね。そう、ちょっと分かりにくいですけども、この膨らみの下ら辺にブワーって二並びで連なってるのがザクロみたいなんですよね。うん、あるそれね。さらにソロモン神殿の外にあるね大きな容器を支える12頭の金のお牛を作ったり、うわー、神殿の中もねかなり豪華な雰囲気になってます。すごいね。見て、この右側にこのユダヤ人のシンボルメノラーもめっちゃ置かれてる。うわわわわわ。で神殿の奥にね、うん、契約の箱アークが置かれたんですよ。おー、ゴリゴリ。で契約の箱アークを守るように地天使ケルビムの像が2体置かれてるっていうね。はぁ、だからね、ソロモン神殿はもう契約の箱置かれてるような場所やからね。まあ、それにしてもね、これらの装飾とか動物をかたどった彫刻っていうのは何を意味するのでしょうかっていう話ですよ。そうね。まず青銅の柱に装飾されたザクロといえば、うん、まあ、こちらのクババの動画にも登場しましたがね、ザクロっていうのは豊穣を意味する果物であり、うん、ザクロ族を表すプニカっていうね言葉はフェニキアを意味するポエニに由来すると言われてます。はいはいはい。これはソロモン神殿の建設にフェニキア人が関わったよということを表してるわけですよ。うんうん。考古聖書学者のフィンケルシュタインもソロモン神殿っていうのはフェニキアの建物に酷似していることから、うんうん、フェニキア人が設計に関与しているのは間違いないと語ってるんですね。なるほど。まあ、言うたら職人ヒラム・アビフはイスラエル人とフェニキア人のハーフやからね。うんうん。これは納得いくよね。めっちゃ余談ですけども、火の鳥のモデルになったフェニックスは、うん、フェニキアに住んでたと言われてます。おお、なるほど。そうなの。大きな器を支える12頭のお牛の12という数字は、うん、イスラエル十二氏族を表してると言われてるんですけども、うん、よくモーセの時代にしても人々が迷ったら、うん、創造主ヤハウェの偶像崇拝を無視して、うん、で金のお牛を信仰してめっちゃ怒られるっていうシーンあるけど、ね、イスラエル十二氏族をもう金のお牛で表現しちゃってるってゴリゴリやっちゃってる、ね、よくわかんないね、うん、どういうことって。さらにこのお牛が支えるね大きな器の後ろには、まあ、小さな台が5個並んでると。反対側にもここ置かれてるんですけども、計10個の台には獅子と牛、花模様の装飾があると記されてます。これらの記述からね、ソロモン神殿にはお牛とか、ね、ライオン、獅子とかね、ユリ、地天使ケルビムといったシンボルがガツンと、まあ、使われてたことがわかるわけですよ。そうね。建設を依頼したソロモン王の出身部族であるユダ族のシンボルがオジシやから、うん、まあ、彫刻に獅子が採用されてるっていうのは納得やけども、うん、イスラエル十二氏族の中に牛をシンボルとする牛族は存在してないからね。してないよね。してないのよ。しかしね、これまでのシリーズでもお話してきましたけども、旧約聖書ではことあるごとに金のお牛が登場します。ね、モーセがいなくなって混乱したイスラエルの民が金の子牛を作って崇め出したり、はいはい、ね、統一国家分断後の北イスラエル王国でも金の子牛像を礼拝する場所が作られてるよね。うんうんうん。で、このことから金の子牛っていうのは、ユダヤ教にとって異教の神ではなく、うん、創造主ヤハウェの原型だったのではないかと、まあ、考えられてるわけですよね。はいはいはい。古代世界におけるお牛信仰っていうのは珍しいものではなかったと、うんうん、ね、カナン人の神バールとかフェニキアの最高神エルも牛をシンボルとしていたので、ユダヤ教はもしかしたら他の宗教との差別化を図りたかったのではないかと。はいはいはい。で、またまたこちらの動画でもお話ししましたけども、考古学的には、まあ、創造主ヤハウェとはカナンの地で信仰されていた牛をシンボルとする神様が独立し、うん、ね、唯一神ヤハウェ信仰となってね、他の神々を追いやっていったのではないかと、まあ、考えられてるわけですよね。つまりシュメールの最高神とかカナン人の神であったエロヒムとかね、まあ、エルですよね、うん、が混じり合って生まれたのが創造主ヤハウェなのではないかという説があるわけですよ、うんうん、だから本来の姿を連想させる牛の姿、すなわち偶像崇拝を徹底的に禁止したのではないかと、うん、
まあ、考えられてるわけですよね。はい。しかしソロモンの時代は十二種族の姿を全てお牛で表してるあたり、やはりイスラエルの中で牛という動物はもうかなり特別な存在だったみたいですね。一見すると気づかないですけども、まあ、ソロモン神殿の全てのシンボルには何かしらの意味が込められていることがわかるわけですよ。うん。それにしてもね、今から3000年以上前に作られたソロモン神殿にこれだけの要素を詰め込んだ、まあ、ヒラム・アビフとは一体何者やったのかって話ですよ。なんかいろいろ知ってそうやね。そう、ヒラムは尊敬を込めて父と呼んだり、さまざまな素材を使える上にあらゆる設計ができるわけですからね。旧約聖書の記述だけでは、まあ、彼の正体を読み解けないんですけども、はい、なんとね、世界中に使者を持つ秘密結社、うん、フリーメイソンで語られる伝説の中にこのヒラム・アビフが登場してるんですよ。うわお。フリーメイソン三重儀式でなぞられるヒラム・アビフの死。ネフリーメイソンの伝説に登場するヒラム・アビフは、うん、ソロモン神殿の建立を指揮した親方、すなわちマスターメイソンであり、うん、メイソンって石工って意味だからね。そうね。石工の集団を率いていたと伝えられています。このヒラム・アビフはね、石工の集団を腕前とか実績に合わせて、うん、親方、職人、徒弟っていう3つの階級に分けてたんですよ、うん、はいはい。で、これはね、現在のフリーメイソンの階級制度と全く一緒なんですよね。さらにヒラム・アビフはそれぞれの階級ごとに秘密の合言葉を定めて、うん、で仕事に当たらせており、これもまた現在のフリーメイソンと全く同じだと。つまりこの旧約聖書に登場するヒラム・アビフという存在が、うんうん、まあ、現在のフリーメイソンに大きな影響を与えているということになるんですね。なるほど、そこバチバチつながる。そう。で、フリーメイソンに伝わる伝説には旧約聖書には描かれていないヒラム・アビフのその後が伝えられてますね。ヒラム・アビフは頑張ってね、ソロモン神殿を建てていくわけですよね、うんうん、で、ソロモン神殿の完成を目前にしたある日、うん、15人の職人がヒラム・アビフの名声を妬みました。はいはい。で、マスター・メイソン、親方の合言葉をどうにかして手に入れようと目論んでたのよ。なるほど。15人の職人は計画を練って、うん、ね、計画を実行に移す前日に、うん、15人中13人が、うん、ちょっとやっぱやめとこうって思いとどまったんですよ。ほうほうほう。残る3人、うん、ジュベラ、ジュベロ、ジュベラムは、うん、南、西、東の門で、うん、ヒラム・アビフを待ち構えました。はいはいはい。で、ヒラム・アビフは正午に祈りを終えて南の門に行くと、その職人の一人が待ち構えてたんですね。ヒラム、親方の合言葉を教えろ。ねえ、まあ言うわけですよ。はいはい。しかしヒラム・アビフはそれを拒否するわけです。まあそらね。で、逆上した職人は、うん、石工職人が使う定規で、うん、ヒラムに切りかかる。右の額をブスーッと負傷させるんですよ。おお。で、ヒラムうわーって西の門に逃げると、うん、次はコンパスを持った別の職人が待機しており、またブスッと刺されると。うわわわわわわ。で、ヒラムはそれでも口を割らずに東の門に逃げると、そこにはあの石槌、ハンマーを持った職人が待ち構えており、そいつが頭をズゴーンとね、オーダーされたヒラムはついに息絶えてしまうと。うわ。で、その後ね、3人の職人はヒラムの死体を東の門から運び出し、うん、山に埋めて目印のためにアカシアのね、枝を刺しておきました。ソロモン神殿の完成前に姿を消した天才職人のヒラム・アビフ。当然ソロモン王もね、不審に思いますよね。ヒラム・アビフさんどこ行ったのって。そうだね。ソロモンはヒラム・アビフの12人の弟子に命じて、うん、東西南北の方角へ探索させました。この殺した3人が入ってないってことは、うん、もうソロモン分かってたやもんね。もうそういうことやな。誰が首謀者かっていうのがね、うん、このうちの東に向かった一人がね、アカシアの枝を見つけて掘り返すと、そこにはもう死後何日も経ったヒラム・アビフの死体が現れたんですね。うんうんうん。そこで一人の弟子がヒラム・アビフの死体と特殊な握手をした結果、うん、ヒラム・アビフは復活したと、言われてるんですよ。復活系。この時にした特殊な握手がライオンズポー、うん、獅子、ライオンの爪、はいはいはい、獅子の爪と言われてるんですね、うん、獅子といえばソロモン王の出身部族ユダ族のシンボルでもありますよね、まあ、これがフリーメイソンに伝わる伝説なんですよ。はあ。で、死からの再生というのはまさにイエス・キリストのお話と同じですよね。うんうんうん。つまりフリーメイソンにとっての
このヒラムアビフが、まあ、イエス・キリストに当たる存在だと。なるほど。いうことになるんですよ。で、現代のフリーメイソンでは、まあ、最高階級である親方になるための儀式は、ヒラムアビフの伝説をそのまま再現する形で行われると、言われてるんですよ。儀礼をするためのロッジには、うん、南、西、東の門があって、で、うんうん、儀式の中でこう疑似的なね3回の打撃を受けて、はいはいはい、棺に見立てた場所に置かれるみたいなんですよね。はあ。しかしフリーメイソンに伝わる特殊な握手によって復活し、うん、その棺から起こされると。つまりフリーメイソンの最高階級マスターメイソンは、うん、使徒再生の儀式を経て到達すると考えられてるわけですよ。いわばヒラムアビフそのものになると。はい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 。ちなみにフリーメイソンの儀式で最も重要視されるのが、うん、握手の仕方とハンドサインだと言われてます。いっぱいあるのよこんな感じで。わー、ほんまフリーメイソンの中には。で、なんでかっていうと、うん、フリーメイソンは中世ヨーロッパでね国境を越えて貴族の城作りを行ったんですけどもね、うん、まあ、そうなってくると職人さん同士が言語違うみたいなうんうん、こともあるわけですよ。そうだね。国飛び越えてるからね、うんうん、で言語の違う職人たちがどこに行ってもその日から仕事ができたのは、うん、言葉の通じない職人同士であってもハンドサインで意思の疎通ができたからだと言われてるんですよ。なるほどね。だ初対面でもフリーメイソン同士はね、うん、その特殊な握手の仕方で相手の階級などを理解したらしいです、うん、なるほど。フリーメイソンにとっての握手とハンドサインはコミュニケーション手段であり暗号やったと。はぁ、一目では誰もわからんからね。そうやね、うん、で有名なのはこういうポーズ、服に右手を入れるポーズね。フリーメイソンのポーズではまずこれが有名。やってたやってた俺。やってたやってましたか。見て、わぁ、ジョージ・ワシントン、はい、ナポレオン、レーニン、うん、マイヤロスチャイルド、はい、坂本龍馬。龍馬さんねやってる。坂本龍馬さんは日本初のフリーメイソンって言われてるんですよ。歴史に名を残すとてつもない権力者たちが同じポーズを知っているのは、うん、まあ、果たして偶然なのかってね。まあ、ここに坂本龍馬もいるのはめちゃくちゃ気になるところですけども、まあ、この辺の考察はおいおいね、おいおいやっていきます。で、いろんなこうハンドサインがあるのよ。こんな感じでね。あー、なんかしてるね。海外のネットとかでは特殊なこのハンドサインを使ってる人たちのことを、うん、実はその組織に組みする人たちなのではないかっていう感じで、うん、結構こういうね画像でまとめられたりするんですよね。ローマ法もいたりするんですよね、ここにね。ほんまや、ローマ法。有名芸能人は、まあ、そっちなんじゃないのって結構向こうでは言われてる。もしこのハンドサインが偶然ではなくね意図的に作られたコミュニケーション手段だとしたら、うん、世界のどこにいても仲間を発見できるよねと。まあ、わかるよね。そう。まあ、そんなね、フリーメイソンなんですけども、うん、まあ、フリーメイソンの起源には、様々な説があります。まあ、それこそ今回の主人公、ヒラムアビフ説とかね。うん、うん。ヒラムアビフからフリーメイソンが始まったって説とか、うん。エジプトのピラミッドを建設した、石工集団からスタートしたんじゃないかとか、はいはいはい。まあ、世界で最初の銀行を作り、金融で国家をコントロールしようとした、テンプル騎士団じゃないのみたいな、うん、いろんな説があるんですよ。うんうんうん、まあ、どの機嫌もなんかきな臭いみたいな感じするけどね。でフリーメイソンは元来自由な萎縮という意味を持つことから、うん、まあ、ヨーロッパで主にね教会とか城塞関係の建築に携わっていた萎縮たちが自分たちの技術を守り、うん、暗号化して次世代に継承するために立ち上げたギルドだったのではないかと、はいはいはい、そういう風にも言われてます。だからフリーメイソンのシンボルはコンパスと定規というデザインなんですよね。確かに、まあ、こんな感じでこれね。でこの真ん中の G という文字の意味は諸説あり、まあ、ギルドとか、うん、ゴッドとか、まあ、ゴールドを意味するのではないかと、はあ、まあ、いろいろ言われてます。都市伝説に振り切って考えるとこのゴールドっていう意味もね、うん、かなり面白い意味があるんで、まあ、いずれお話したいと思うんですけどもね。ちなみにフリーメイソンの事実上の総本山はイギリスの首都ロンドンにあるんですね。で一般的には16世紀後半から17世紀初頭の萎縮集団からスタートしたと、まあ、考えられてはいるんですよ、うんうんうん、しかしフリーメイソンという組織がいつどのようにして始まったのかその本当の起源を知る人間っていうのは、うん、ほとんど存在してないんです。なぜなら1720年にイギリスのグランドロッジがフリーメイソンの起源に関するほとんど全ての資料を破棄したからなんですよ、うん、何者かにとって不都合な情報があったのか、うんうん、フリーメイソンの総本山であるイギリスのグランドロッジが自分とこの資料を破棄するって、うん、どう考えてもおかしいやんか。おかしい ね, ね。もちろんごく一部の人間はそれでも真実を知ってるとは思われますけども、うん、資料が破棄されたことからたとえフリーメイソンに所属する人間であっても危険の真相を知らないみたいなんですよね。はぁ。しかし現代のフリーメイソンに伝わる伝説には
徒弟、職人、親方といった今も残る特殊な階級制度や暗号化されたハンドサインがヒラムアビクの時代からもうずっと存在したと。あると、まあ、考えられてるわけですよね。うんうん、それを今もやってるわけだし、もしこの伝説が本当やとすれば、フリーメイソンの元となる組織はソロモン神殿が建設された3000年くらい昔から存在したことになるやんかと。うんうんうん。でね、フリーメイソンがもうそこまで長くね続いてきた組織やとすれば、うん、他の起源と言われてるピラミッドを作った石工集団説とか、うんうん、テンプル騎士団説といった様々な説が、うん、バラバラじゃなくて、うん、一本の線に繋がる可能性すらありますね。ありますね。ありますです。だからエジプトのピラミッドを作った石工集団がフリーメイソンの祖だとすると、うん、それこそ4500年くらい前から、うん、でフリーメイソンという組織のね原型みたいなものは存在したことになるし、うん、もうそうなるともうとんでもない組織やんか。すごい長いね。でもユダヤ教もね、厳しいルールね、戒律を守り続けることで、うん、国をなくしても俺たちはユダヤ人だというアイデンティティを失わなかったと言われてますし、うん、まあ、フリーメイソンも特殊な技術とか暗号を儀式などで受け継ぐっていうね、うんうん、そういう形を取ってたからこそ、まあ、長い間存続し続けてきたのかもしれませんっていう。確かに、まあ、そうなってくると、まあ、それだけ古くから存在するこのフリーメイソンの本当の起源がね気になってくるやんか。テンプル騎士団、その神殿、ピラミッド全部がもう同じ組織だとすれば、そのさらに昔ね、どこやねんっていう。今回はね、あくまで旧約聖書シリーズですよ。だからこの旧約聖書という観点から考えていきたいと思うんですけども、はい、実はね、うん、この旧約聖書をしっかり読み解いていくと、うん、これらね、石工集団の祖とも言える人物が浮かび上がってくるんですよ。そうなの？それが神に反逆した最初の人間、ニムロデなんです。おー、はい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 、あのバベルの塔を建てた人物ですね。あらららららら。彼は大洪水を生き延びたノアのひ孫にあたる人物であり、うん、神に挑戦するためにバベルの塔を建てた首謀者でもあります。はい。で、ニムロデという名前はヘブライ語で、うん、我らは神に反逆するという意味を持っており、東の地から、ね、ニムロデたちを現れて、うん、シュメールの地で技術革新を起こしたと記されてるんですね。で、旧約聖書の記述によると、この時代はまだね、全ての地で同じ言語を話していたとされており、うんうん、ニムロデはそんな人々を指揮して天に届くほどのね、バベルの塔を建て始めたと言われてます。うんうんうん。で、東から現れたニムルデはこの時に、うん、何千という人々にそのバベルの塔を建てるためにね、うんうん、石工の技術を伝えたんですよ。はいはいはい。つまりニムロデが世界最古と言える石工職人、すなわちメイソンを大量に生み出した人物だということになるわけでございます。そうなりますね。そう、このことから実際にね、うん、イギリスのフリーメイソンはニムロデを石工の祖であるとしてるんですよ。で、めちゃくちゃリスペクトしてる。そうなんや。でね、ユダヤ系の巨大財閥ロスチャイルド家は、うん、このニムロデの子孫だよと自分たちのことを言ってるんですよ。あらららららら。ね、しかもロスチャイルド系の企業のいくつかには、うん、実際にこのニムロデの名前が入ってるんですよね。入ってた。でもニムロデ自体はもう神に挑戦してるわけよ、うん、神を挑発してるとしか思えない塔を建設してるわけやからね、うん、そうね。で、実際に天まで届きそうになってるね、塔の様子を見て神様ブチギレですよ。で、思ったんですね、うんうん、こいつら同じ言語使うからこんなこと考えるんやと、はいはい、言葉ぐちゃぐちゃにしたろうと。こうして神は人々の言葉を乱し、それによって混乱した人々は塔の建設をやめて、うん、世界中に散らばっていったと、うんうんうん、だからバベルの塔は言語が違うという理由で建設がストップしてるわけですよ。はいはいはい。でね、うん、先ほどフリーメイソンの儀式で最も重視されるのは、はい、握手の仕方とハンドサインだとお話しましたよね。イエスイエス、あすごい、あかんあかん、そんなやつやなフリーメイソンに所属する職人たちは言語の違う土地に行っても、うん、ハンドサインで意思の疎通をし、はいはいはい、その日から仕事ができたと言われてるんですよ。そうね。つまりバベルの塔での失敗を克服しているんですよね、うん、うわ、神に抗ってた。そう、まるで神によって言葉を乱され、塔の建設ができなくなった石工の末裔たちが、うん、まあ、言語に左右されない独自のコミュニケーションを考え受け継いでるかのようじゃないですか、これ。そうなってくると、フリーメイソンという組織の原型はニムロデの時代から存在したということになりますよね。はいはいはい。ニムロデがいつの時代にいたかは定かではないんですけども、うんうん、まあ、ニムロデ自体はシュメールの祖なんじゃないかとも言われてるので、はいはい、まあ、そうなってくると6500年とか7000年くらい前の人物になってくると。う
うわぁ、長っ。さらにフリーメイソンは聖書の神様を偽の神とする、グノーシス主義を掲げていると言われているんですね。グノーシス主義とは、3世紀から4世紀にかけて地中海沿岸の領域で勢力を持っていた思想なんですけども、もうこんな争いの絶えない、こんな悲惨な世界はどう考えてもおかしい、この世界はね、悪い神様が支配してるに違いないというのがグノーシス主義の基本的な考え方なんですよ。へえ。つまり悪魔として描かれる聖書の蛇こそが人類に知恵を授けた真の神だとされてるわけです。グノーシス主義のゴールっていうのは、蛇からもらった知恵を探求していって真の英知に到達し、本当の神の領域に自分を進化させていくというものなんですよね。そして偽りの世界を見破る知恵を授けてくれた蛇、すなわちサタンこそが真実の知恵の光であり真の神様だと考えられてるわけですよ。なるほど。だからフリーメイソンとか、フリーメイソンの上位組織と言われるイルミナティが悪魔崇拝であると言われてるのは、このような背景があるわけですよ。ちなみに1300年初頭にテンプル騎士団がね、異端審問の裁判を受けてるんですよ。でこの異端審問の裁判記録っていうのは今も残ってるんですけども、テンプル騎士団が祀っていたのが悪魔バホメットだと。おお、ヤギの顔をしたね。うんうん、このテンプル騎士団の悪魔崇拝が最高の記録だと言われてるんですよ。つまりフリーメイソンの起源の一つであるテンプル騎士団も悪魔崇拝だったわけですよ。そういうことやね。やはりいろいろと繋がってくるんですね、ここで。で、フリーメイソン的な解釈で言うと、バベルの塔を建設したニムロデは、初めて神様に反逆した、まあ、人類なんですよね。で、この人類が初めて世界統一の試みをしたと。はいはいはい。言っても当時の世界にもいろんな人種はいたはずやし、言語も違うかったはずやと。でも同じ言語を喋ってたというのは、このニムロデが統一したからなんじゃないかと。なるほど。支配したからなんじゃないかと、めちゃくちゃ肯定的に捉えられてるみたいなんですよね。さまざまな人種や言語を統一し、神に挑戦して世界を支配しようとした世界最初の人間が、ニムロデだとすれば、フリーメイソン、イルミナティが言ってるね、新世界秩序、ニューワールドオーダーという理念もそこから来てるのかもしれません。なるほど。で、フリーメイソンの真の起源が旧約聖書に登場するニムロデだとすれば、ニムロデの技術を継承した石工の集団がね、フリーメイソンの元となる組織を立ち上げ、その儀式の中で特殊な技術や握手の仕方、暗号化されたハンドサインを受け継ぎ、ピラミッドとかソロモンの神殿の建設に携わっていったということですわ。そしてソロモン神殿の建設時にフリーメイソンのトップだったのが、ね、マスターメイソンという階級に属していたヒラム・アビフだったというわけですよ。なるほど。で、ニムロデやヒラム・アビフの系譜から、ね、世界で最初の銀行を作って金融を支配したテンプル騎士団や、ニムロデを祖と言ってる巨大財閥ロスチャイルド家にも繋がってくるとすれば、今の世界も彼らの末裔によってある意味コントロールされてるのかもしれないっていう。これだけ聞くとね、まあ、出た出た陰謀論って感じですけども、まあ、この世界のトップとも言えるね、超大国アメリカは、そもそもなんで生まれた？イギリス人の移住ですよね。で、この時にイギリスの大富豪たちがアメリカに移住するイギリス人たちに出資してるんですよ。ほー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 。で、のアメリカの発展とともにこの大富豪たちも成長していったわけですよ。つまりアメリカの発展イコールイギリスの大富豪の巨大化とも言えるわけで、ここにユダヤ系財閥もがっつり絡んでるわけよ。もしこの世界を支配する巨大な権力者がニムロデから始まり、ピラミッドやソロモン神殿を建設した石工と関係が深い一族の末裔だとしたらですよ、アメリカの1ドル札見て、はい、なんでアメリカと何の関係もないピラミッドの絵が描かれてるねんって話。そういうことですよね。これが一本の線につながるとすれば、ピラミッドの石工集団とかもね、つながるとすれば、アメリカにピラミッドが描かれてる理由もつながってくるし、なんでアメリカの1ドル札のトップがプロビデンスの目やねんと。ねえ、これフリーメイソンのシンボルですよねと。でしかないもん、ね、今回の話を一本通してみると、理由が分かってくるっていうか、そこまで繋がってるね。繋がってくるよねと。で、こっから日本の話ですよ。はいはいはい。ね、様々な古史古典シリーズの中で、超古代日本には、まあ、天皇を中心としてね、氏族が存在して、例えば16の氏族が存在して、まあ、世界中に拡散したみたいな、それ伝承についてお話してきましたよね。はいはいはい。まあ、そのうちの月をシンボルとした氏族は、石工とか、旗織りの技術を用い、はい、その氏族の一部はエジプトとか中東を経由して、日本に帰って、
ってきたよと。あらららら ら, ら言われてましたよね。エジプト経由してる。ご存知、ツクヨミの一族ですわ。はい。もしこの伝説が真実だとするならば、うん、彼らは日本から世界中に石工の技術を伝えていったことになるわけですよ。そうなりますね。石工集団、フリーメイソンのシンボルともいえるコンパスと定規。はい、中国シリーズともお話ししましたけども、うん、古代中国の神フッキとジョカは、うんうん、ね、まあ、特にジョカはね、人類を創造したとも言われてますけどもね、うんうん、この絵有名ですよね、見たことあるかな。ああ、はい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 。手に定規とコンパスを持ってるんですよ。ほんまや。なんで持ってるのって話で、うわ、実はこの絵とかから考えてフリーメイソン中国起源説っていうのもあるんですよ。へえ、なるほど。でも先ほども言った通り、これはバラバラではない、うん、一つに繋がっているとすれば、うんうん、まあ、偶然ではなくなってくるよねと。でさらにユダヤ系渡来人とも言われるハタシのブレーン、ハタの川勝はね、うんうん、聖徳太子をプロデュースした人物とも言われてるんですけども、うん、この聖徳太子は大工の神様とも言われており、おなんと定規を持ってるんですね。あれれれれ、定規持ってるバージョンもあるんや。そう、だ金尺を持った絵とか石像っていうのはいくつも残されてんねん。へぇ、で、この聖徳太子がこの金尺を世に広めたと言われてるんですよね。で、この聖徳太子の母親の名前が、うん、アナホベの橋人の姫巫女っていうんですけど、うん、大阪府にある阿耨神社で祀られてるんですよ。で、この阿耨っていうのは、うん、古代日本に存在した渡来系の石工集団のことを意味するんですよ。おー、そうなんだ。阿耨宗っていうのは聖徳太子のお母さんは阿耨神社で祀られてる、うん、で、この阿耨神社で祀られる阿耨神の橋人の姫巫女っていうのは海外から日本に渡ってきた石工集団の姫君やったと。その息子が聖徳太子だと。あらららららで、この聖徳太子をプロデュースしたのが畑氏だと。この阿耨宗は畑氏と同じ古墳時代に朝鮮半島から日本に渡ってきた渡来人だと考えられており、うん、ね、後々ね、どんどん名を上げていって、うん、織田信長とか豊臣秀吉も高く評価したと言われてるんですね。ほう。で、この阿耨集団の石積みの技術っていうのは実は今も残ってんねん。今も残ってんねん。そう、めっちゃ少なくなってるけど、うん、この技術の全てが口伝で受け継がれてるねん。口伝で。そう。で、文書は一切残ってない。へぇ。だからソロモン神殿を建設したヒラムアビクと全く同じスタイル。で、この阿耨集も遡ると、渡来人畑氏に繋がると考えられてるんですよ。なぜなら、阿耨集と関わりが深い日吉大社の御祭神が畑氏の氏神、うん、大山杭だからなんですよ。おぉ。このことから畑氏と阿耨宗も少なくとももう絶対信仰はあったのは間違いないと。でも日本にやってきたタイミングも同じやし、うん、畑氏と石工の関係も深い。阿耨宗はもうゴリゴリの石工集団、うん、で関係性を考えると、まあ、同じルーツである可能性も高そうですよね。そうやね、まあ、イスラエルでいう別の種族だったのかもしれないけどね、うんうん、どうでしょうかね。神に反逆したニムロデの技術を受け継ぎ、ソロモン神殿を建設したヒラムアビフと関係する石工の集団が日本にも来ていたと考えると、なお残ってるからね。残ってるというね。相当面白いよね。しかも青鳥竹内文書ではその石工の本当の祖はツクヨミということになるわけですから、ちなみにこの阿耨宗は古墳時代に朝鮮半島から渡来してきた石工の集団と言いましたけども、広辞苑には、危機に登場する雨の火鉾が起源だと記されてるんですよね。はいはいはい。で、この雨の火鉾に関してはもう近々がっつり考察します。うん、この雨の火鉾と同一視される角が嵐とね、見てください。この人は頭に角が生えてる渡来系の人なんですよ。はいはいはい。で、牛のその角という表現を多分兜と解釈したんでしょうね。なるほど。兜被ってるんですけど、うん、まあ、実は額から角が生えてると表現されてるんですよ。で、右手を上げている。上げてるね。で、フリーメイソンの祖ニムロデが信仰したと考えられているこのバール神も、お牛をシンボルとしていて、はいはい、必ず右手を上げてるんですよ。ね、同じような格好してるね。そう、ここまで来るともうこれまた関係あるとしか思えなくなってきますよね。ちょっとね、ふわっとした部分も多いんですけども、その辺はこう後々の考察で固めていくので、はいはい、まあ楽しみにしていてほしいんですけども、はい、いよいよね、大いなる謎に近づいてきた気もしますが、うん、まあ、本日はここまででございます。はい。また新たな展開の序章みたいなイメージですね。まあそうね。ね、旧約聖書にちらっと登場するヒラムアビフを考察したら、まあ、とんでもない歴史の闇に触れてしまった気がしましたけども、いかがだったでしょうかね。ね、何かといろいろ一本に繋がってきてますね。そうなんですよね。まあ、次回はいよいよね、旧約聖書ファイナルでございます。おー。まあ、堕落したソロモン王からの十種族の離散、残されたユダヤ人は一体どうなってしまうのでしょうかっていうね。ここからね、まあこれもちょっと際どいね、ユダヤ人の真実っていうね、うん、世界史最大のタブーに迫っていきたいと思います。いいんですか？はい。
ぜひね、皆さんの感想、コメントなどを聞かせてください。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい。概要に僕らの SNS もありますので、ぜひチェックしてみてください。はい。またね、いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE も概要欄から登録できますので、ぜひチェックをお願いします。お願いします。まさきが大暴れ、大奮闘しているもう一つの YouTube チャンネル、トゥーランドクエストも大好評配信中でございます。はい、クエストしてます。YouTube では話せない裏側を話しているニコニコチャンネルプラスも概要欄にございます。うん。トゥーランドブログはいろんなことにチャレンジしておりますので、ぜひ見逃さないようチェックお願いいたします。いろいろやっております。ということで、本日はこの辺でございます。はい。またね。バイバイ。